わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。さて今回は崇城大学工学部宇宙航空システム工学科航空操縦学専攻の扉を押し開こう。一体どんなことを学んでおるのかな。ここは崇城大学の空港キャンパスじゃ。航空操縦学とは一体どんなことを学んでおるんじゃ。こちら崇城大学工学部宇宙航空システム工学科操縦学の方では、国内で唯一の空港に直結した空港キャンパスでエアラインパイロットへの訓練を行っております。ほほう、空港に直結したキャンパスとは素晴らしいの。実際のエアラインの様子を身近に体感しながら日々刻々と進化する最先端の知識を学ぶにはもってこいの環境じゃ。なるほど、国内唯一じゃ。施設としては、実機、単発機といわれるセスナを11機、操発機バロンと呼ばれる操発機を3機使って訓練を行っております。エンジンが一つの単発機セスナといえば、この単発機の代名詞といえるほど有名なメーカーじゃな。操発機のバロンも軽飛行機の世界三大メーカーの一つビーチクラフト社製の名機じゃ。14機の実機での訓練は学生たちにとってとても魅力的じゃな。その他フライシミュレーター5台を使って同じように訓練を行っております。こちらの施設はもともと全日空の訓練施設として作られたもので、非常に施設としては充実しているというふうに思います。ほう、実際の飛行機そっくりに模擬したフライトシミュレーターなら間違いないの。このシミュレーターで訓練した多くのパイロットが今まさに世界の大空を飛んでおるということじゃからの。優秀なパイロットを育てるための設備は完璧じゃな。で、実際にはどんな訓練を行っておるんじゃ。指導者陣にも優れた人材が揃っておるんじゃろ。こちらでは大手エアラインで活躍した機長の指導のもと、エアラインパイロットを目指して訓練をやっております。まず最初に行う訓練は単発機で自家用家庭と言われるものです。こちらはですね、自分で楽しみとして飛行機を操縦できると、こういうライセンスです。さらに次に取得を目指すのが事業用家庭、事業用技能証明と言われるものでございまして、こちらの資格を取得するといわゆる仕事として操縦ができるというようになります。さらに続いて操発機バロンを使って多発限定の資格を取ります。こちらを取りますとエンジンが2つ以上ある飛行機、これを操縦できるようになります。さらに一番最後には計器飛行証明といいまして、外が見えなくても飛行機を操縦できる、天気の悪い日であっても飛行機を操縦できる、こういう資格を取ります。この資格を取るには前が見えないように目隠しをしたりして訓練を行っております。これら4つの国家試験を国家資格を得た上でエアラインへの就職を目指していくことになります。ふむふむ、世界で活躍するエアラインパイロットを育成しておるんじゃの。今パイロット不足が言われておりますけれども、2030年には今の団塊世代が大量退役を迎えて、国際的に今のパイロットの2倍のパイロットが必要というふうに言われております。崇城大学は操縦学を始めてちょうど11年になります。卒業生が出てから6年ほどになるんですけれども、これから卒業生がですね、全世界のですね、空を飛び回って全世界をですね、の航空界をですね、ぜひリードしていっていただきたいというふうに思っております。崇城大学工学部宇宙航空システム工学科航空操縦学の学生たちの成長がますます楽しみじゃ。